こんにちは、尾上裕和郎です。今日はですね、梅雨真っ只中ソロキャンプに来てます。これはですね、新しい幕です。ドマドームメッシュ2をですね、購入しました。ちょっと雨が止んだんでですね、外から撮影してます。この梅雨真っ只中、大雨の中ですね、キャンプするのは私ぐらいでしょうね。すごい雨ですね。声が かき消されそうですね。今からですね、ちょっと 夕食を作っていきたいと思います。今からですね、ガスバーナーでうどんを茹でていきたいと思います。茹で上がったらこちらのボウルに移します。はい、これをですね、冷水で冷やします。でその後どうするかというとですね、このココ一番のカレー麺っていうのをですね、見つけたんで、これ冷たいままかけると美味しいらしいです。まあ冷たいままかけるらしいです。ちょっと冷水で冷やしてきました。今から盛り付けていきます。この大皿ですね、カレー皿のつもりで買ったんですけど、ちょっとこのうどんをドバ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 ッと、カレー麺完成です。特大です。特大カレー麺、重い。いただきます。すごい量です。うん、おいしい。ごちそうさまでした。今時間がですね、7時半です。もう幕にこもって、今からお酒を飲みたいと思います。でお酒ですね、最近ちょっと家にいる時も結構飲んでてですね、うちの弟の彼女が心配して、肝臓をダメにするしますよって言ってたらしいんで、もうキャンプの時だけにしました、お酒飲むの。で今日ですね、飲むのがなんかよくわかんないですけど、アーリータイムスっていうのと、まあ、アップルジュースを混ぜて飲んでみたいと思います。アーリータイムスのアップルジュース割りですね。さあ、どんな味がするんでしょうかね。うん、独特な味ですね。ちょっと表現しにくい味です。
でも飲みやすいですね。飲みやすい。実はですね、今日本当はここに、こう若杉楽園キャンプ場なんですけど、ここに来る予定じゃなかったんですよね。もともとちょっと離れてるんですけど、焼山渓流公園キャンプ場というところにですね、行くつもりだったんですよ。まあ行くつもりだったんですけどっていうことは行ったんですけどね。で着いたらですね、30分山を登って、とりあえず先に、まあ、下見に行くタイプなんでですね、荷物持たないでまず下見に行って、まあ、距離を確かめて持っていけそうだったらキャンプしようかと思って、荷物持たないで行ったら30分かかりましたよ。そして途中でですね、川があって、川に橋がないんですよね。だから裸足になって川を渡って、そして30分ちょっとかけて現地にやっと着いたと思ったら、草はぼうぼうでしょ、で虫はいっぱい飛んでるし、でも炊事灯なんか使えたもんじゃないしですね、ちょっと参りましたね。これはちょっとキャンプは無理だなと思ってですね、結局引き返して、なんでうちのちょっと近くにサンビレッジ茜っていうキャンプ場もあってですね、そこにしようかなと思ったんですけど、もう焼山渓流公園キャンプ場を降りた時間がもう4時ぐらいだったから、もうちょっと受付的に難しいかなと思って、結局若杉楽園キャンプ場に来たんですよね。今ですね、3面メッシュにしてみました。すごい開放感があります。開放感があるし涼しいですね、やっぱりいいです。ドマドームメッシュ2最高ですね。こんばんは。ただいま時間がですね、11時前ですね。ちょっとさっきまでちょっと寝てました、お酒飲んで、いつもので。今からですね、ちょっとお酒のおつまみ作りをしようと思います。このですね、ポップコーンです。ポップコーンを作ってみようかなと思って、ていうか少ないですねもうちょっといっぱい入ってるかと思ったんですけど、ちょっとバターを入れますね。お、飛んできた。こんにちは。今日は思いっきり乾燥です。誰もいないですね。ドマドームですね、メッシュ2ですね。実際使った感想なんですけど、ドマドームライト2よりもですね、やっぱいいですね。両サイドがメッシュになるでしょう。もちろん出入り口もメッシュになって、で出入り口のとこにですね、スカートがついてるんですね。そのスカートがあるおかげで虫が入ってこないんですよね、中に。で完全にこう虫をシャットアウトしてくれるんで、まあメッシュの状態で風が結構通気性がいい状態で
まあ、煮炊きができたりとかですね、まあ、雨が降ってなければもう全面メッシュにしてそのまま横になることもできますからね。で、まあ、2016年度版から追加になってる、両サイドメッシュについてるジッパーですかね、まあ、それがあるおかげで、まあ、わざわざ外に出て両サイドのメッシュのですねメッシュにするためにあのフライシートを巻かないといけないんですけど、それが中からですねフライシートを巻いてメッシュにすることができます。その点はかなり便利だと思います。わざわざ靴履いて外に出てってですねフライシートをメッシュにこう巻いてメッシュにするよりも膜の中から体出してですね内側から巻ける、全然違いますからね。よく思いついたなと思いますよね、新井健人さんですね、すごいです。まあ、重量がですね若干重くなりますけどね、ドマドームライト2が、まあ、2キロぐらいなんですけど、ドマドームメッシュ2は 2.28 キロですかね、若干重いですね、若干ですけどね、ほとんど変わらないです。で収納サイズも変わらないですね。でポールの色がですね違うんですね、メッシュ2とライト2ですね。なんかこだわりを感じますよね、メイドインジャパンのこだわりを感じますよね。おはようございます。今日の朝食はですね、これです、エスプレッソパスタ。これはアウトドアショップで買ったやつですね、5分でできるやつ、完成しました。パスタですね、クロススパイスをですねかけて食べたいと思います。うん、美味しい、美味しいです。プロセススパイスかけたからかな、なんか余計なんか美味しかね。撤収完了して今帰ってます。大雨ソロキャンプ楽しかったです。
梅雨らしいですね、キャンプに、まあ、梅雨の時期らしいこうキャンプになったと思います。安全運転で帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。